南西より見る。主屋玄関部、主屋客間部、御座敷、主屋今部、隠居棟、土蔵国未神大工事歴史文化公園鍋島邸の庭園機関桜の大木正面入り口の石塀と、長屋門国未神大工事歴史文化公園鍋島邸は、長崎県雲前市国未超人大兵にある歴史的建造物で、佐賀藩神大寮の領主鍋島市の陣屋跡に、 建てられた邸宅である。現在は庭園部分が有料で一般公開されている。当邸宅を含む上横工事の旧武家町約9.8ヘクタールは2005年に国見町人代工事伝統的建造物群保存地区の名称で重要伝統的建造物群保存地区として選定された。また2007年には当邸宅の母屋など5棟が旧鍋島家、 住宅ご旨として国の重要文化財に指定された。1608年に神大領主となった鍋島信夫妻以来、神大鍋島家が統治を支配してきた。現在の上横工寺は17世紀後半に4代、領主鍋島笠見治おさむにより武家地として整備されたもので、その北西に陣屋が築かれた。陣屋跡は、 廃藩地県の後も引き続き神大鍋島家の所有となっていたが、2004年10月に東京在住の道家当主より当時の南高木郡国見町が敷地を購入し、建物を無償で譲り受けた。その後、翌年10月に国見町を含む7町の新設合併で発足した雲前市が引き継いで所有管理している。庭園には悲観桜の大木があり、 例年2月頃の開花時期には観光客で賑わう。ありがとうございます。